珍しい書き方するんで、その二段階に書くとしたら、ここの額が、額から最初一つのつぼみなんですけども、はい、つぼみやなと思っとったら、それがパッと額が開いて、そこから枝みたいなものが出てきて、ドクラボみたいなのが出てきて、ね、で、はい、それが今のこの丸いちっちゃいのになっていくんですね。で、これが開いてこの白い花になるんですけども、はい、これからまだこの内側のこのメシデのような、あの今緑色の小さい玉みたいなところが、うん、さらにこう、あの花みたいに開いていくんで、うん、だからもう、うん、もう一回楽しめる、もう一回楽しめるみたいな、そういう、あと1週間ほどで分かりました。またあの、ね、楽しめると思います。ちょっとし今回はこれをずっと追っかけてみようかと思ってるんで、また教えてください。はい、どうもありがとうございます。ちなみにちょっと お名前というか、住職の立川聡と申します。はい、よろしくお願いします。